さあ始まるよ、みんなで一緒に、せーの、テクテク。はい、皆さんこんにちは。今日はアンパンマンのこの顔についている粘土で遊ぶよ。まずはアンパンマンについているこの粘土、これは赤だね。そしてよいしょ、メロンパンナちゃんについているこの粘土、緑だね。そしてここについているカレーパンマンの顔は黄色だったね。じゃあ今日はこの3つの粘土で遊ぶよ。まずはこの粘土を3つに分けて、そしてこれを丸くしていくよ。はい、こんな感じで綺麗に3つに分けることができたよ。今日はこの分けた粘土をどうするのかというと、実は前から気になってたことがあるんだ。この赤の粘土、そしてこっちにある黄色の粘土、これをもし混ぜたら何色になるのかな。じゃあやってみよう。黄色と赤を混ぜるよ。よいしょ、ねじってみようか。よいしょ、あ、キャンディーみたいになったね。おいしそう。でも食べちゃダメだよ、これは粘土だよ。じゃあ混ぜたら何色になると思う。よいしょよいしょよいしょ、あー、オレンジになってきたよ。もしかして黄色と赤を混ぜるとオレンジ色になるんだね。わあ、すごい。ほら、もともとは赤と黄色だったんだね。混ざるとオレンジ色になるんだね。はい、それでは今度は緑と黄色を混ぜてみようか。これを混ぜていくと何色になるのかな。みんなわかる？これを黄色と緑を混ぜていくと何色かな。みんなわかってきた？そうだね、もうわかったね。黄緑色になったね。黄色と緑を混ぜると黄緑になるんだね。わあ、すごいな。はい、それでは次は赤と緑を混ぜたら何色になるのかな。みんなはわかるかな。よいしょよいしょ、みんな何色になるのかな。ちょっと不思議な色になってきたよ。赤と緑が混ざると、なんだこの色は、不思議な色になってきたぞ。ん？おや？なんか茶色っぽい色になってきたぞ。もしかして茶色か？すごい！赤と緑で茶色ができたぞ。ほら、これはアンパンマンの色だね。よし、じゃあこれを丸めてアンパンマンの上に乗せると、アンパンマン元気100倍。すごい、アンパンマンの色ができたね。茶色だよ。はい、いろいろ色と色を混ぜるといろんな色ができるんだね。それでは最後、赤と緑と黄色、これ全部混ぜると何色になるのかな。じゃあ混ぜるよ。よいしょよいしょ、何色になるのかな。よいしょよいしょ、うわー、すごい綺麗な色だね。なんか虹色みたい。よいしょよいしょ、うわー、なんか不思議な色になってきたぞ。みんな何色になると思う？よい
しょよいしょ、ギュッギュッギュッ、よいしょ。うわ、なんか綺麗な色になってきたね。なんか茶色のようなオレンジのような、あーでも茶色かな、茶色っぽいよね。ちょっとさっきできた茶色と比べるとだいぶ薄い色の茶色だね。これな、茶色なのかな、なんかこんな感じ、茶色っぽい色ができたよ。ほら薄い茶色、こっちは焦げ茶色みたいな感じだね。はい、全部混ぜるとこんな感じの色になったよ。みんな楽しかったかな。お家にあるカラフルな粘土を全部混ぜちゃったらもう戻すことができないので、なのでちょっとずつちぎって混ぜてみたらいろんな色ができるよね。みんな楽しかったかな。それじゃあせっかくできたので、このできたやつをじゃあ戻してあげよう。メロンパンナちゃんの頭、じゃあアンパンマンの頭、じゃあこれはカレーパンマンにしようかな。ちょっとこんな感じかな。ちょっと細長くしてカレーパンマンの顔、これはどうしようかな。なんか余っちゃったな、仕方がない。よし、あ、飛んできたぞバイキンマンの頭にしておこう。あー、俺様こんな頭じゃないぞみんな楽しかったかな。じゃあ次の動画で待ってるね。お家でもいろんな粘土で遊んでみてね。うしししししー、はい、今みんなが見ているこの動画の画面にタッチをすると右上にここのところに白いボタンが出てくるから、これを押してみてね。そうすると下のところに楽しい動画がいっぱい出てくるから、それをタッチして次の動画を見てね。じゃあ待ってるよー。